同盟90は、東ドイツに存在した、政党連合。その後、緑の党と合併し、同盟90、緑の党となった。日本語では、90年連合、連合90年などと訳される場合もある。東ドイツ最初の自由選挙となった1990年、ドイツ民主共和国人民議会選挙に臨むため、前年の東ドイツ民主化。 ベルリンの壁崩壊の過程で結成され、大きな役割を果たした新フォーラム、民主主義を今、平和と人権イニシアティブの3つの市民団体が結成した選挙連合を、リベラルかつ人権を重視する市民的な立場から、権威主義、全体主義的なマルクスレーニン主義を呼び、ドイツ社会主義統一党の支配に先鋭的に反対する一方で、 ドイツ再統一を急がず、東ドイツ独自の民主化を主張する、中道左派的な姿勢をとっていた。しかし、人民議会選挙は、ドイツ再統一に向けた熱狂が焦点となってしまい、西側に連携するパートナーを持たなかった同盟、90は、急速に埋没。12議席の獲得にとどまった。選挙後、 人民議会では8議席を獲得した東ドイツ緑の党と統一会派を組んだ。1990年8月4日、ベルリンで選挙準備の会合に参加するメンバードイツ再統一後、最初に行われた1990年連邦議会選挙においては、旧東西ドイツで別々に5%阻止条項が適用されたため、緑の党と統一名簿を組んで、 立候補した同盟90は、連邦レベルでは1.2%の得票率だったが、旧東ドイツでは6.1%を獲得し、過労じて5%を突破したため8議席を獲得した。その後、1991年9月21日に、同盟90は創設メンバーとなった3つの市民団体が正式に合流して、政党となった。 政党としては、基本的に緑の党と共同歩調を歩んだ。そして1993年5月14日に、緑の党と合流して、現在の同盟90、緑の党となった。しかし、こうした、政党化を良しとせず、これに加わらずに、地域活動や NGO 活動に移った者も,もいる。この際、東西の党員数は、非常に、不均衡だったため、 大議員の配分などで、同盟90側に大きく配慮されたという。若林瞳の文京区議会だより号外1998年新春、東ドイツ緑の党との統一名簿で参加。議席配分は、同盟90が6議席、緑の党が2議席。旧東ドイツ部分では6.1%。ありがとうございます。